エゾノシシウドは、セリカエゾノシシウド属の他人層。別名、エゾノハマウド。茎は直立して高さ1から1.5メートル、中空で、上部は枝を分け、上部の節の下に短い毛が生える。葉は1から2回以上吹くようで、小葉は質が厚くてりがあり、卵形、甲卵形、または円形で、長さ3から10センチメートル、先は絵頭。 または栄戦等、縁は重居士となり、器部は普通くさび型となり、時に頂き商用は三中列、または新列する。葉の裏面の葉脈に毛があり、ざらつく。傭兵の器部は袋状になって膨らむ。花期は7から8月。茎先に計7センチメートルほどの複産系果樹をつけ、白色の小型の五弁の花を多数、蜜につける。 花女の下の双方辺はないか、小数あり、小花女の下の小双方辺は常にあり、高線形となる。花柄は30から50個あり、長さ1.5から3センチメートルになり、小花柄は30個ほどあり、長さは約6ミリメートルで小双方辺と同じ長さになる。果実は長円で、長さからミリメートルになり、 文化の背面にゴミ役あり、コルク質になって太い。分け下の床は細く多数あり、種子の周りを取り囲む。日本では、本州の東北地方、北海道に分布し、主に海岸や山地の草地に生育する。世界では、千島列島、カラフト、ウスリー、アムール、オホーツク、カムチャツカ半島、アラスカに分布する。和名、エゾノシシウドは、 エゾのシウドの意で、シウドとは、どうかシウド属のシウドのことで、ウコギカのウドに似ているが大型で強豪なのでイノシシが食いそうなので、シウドとなり、エゾのシウドとは、そのシウドに似て、北海道に産することによる。種商オグマリニアは、ドイツの植物学者、分類学者のグメリンへの懸命である。ありがとうございます。